これ本当にさ、本当にマジでスタッフさんもこのディレクターさんもすげえ感謝なんだけど、とはこの、まあ、ホロライブのスタッフさんなんだけど、このディレクターさんめっちゃ指名してる。去年の誕生日の時の記念配信も結構良かったでしょ。ホロライブのなんかミックス、あのユニット混合なんちゃらみたいな。で、それがすごい良くて、もうめっちゃいいやんと思って、だからずっと、この人でお願いしますって言ってる。担当はこの人でお願いします。だから、で、今年の1月の記念配信の時もそのディレクターさん。で、また今回もどうしますかって会議めっちゃしたよ。もう3回ぐらいしてて。普通1回で終わりなんだけど、もう3回ぐらいやって、で、進捗をちょこちょこ確認して、あともうロリーさんにもがっつりその、ディレクターさんとかがやり取りしてくれて、やって、で、もうクオリティを上げるためには、こうだ。で、じゃあ前回と違う要素をなんか取り入れたいけど、なんかありますかって言われたから、トアが、床を動かせるんすかみたいな。床いけるんすかって言って、まあ、床も、いや、めっちゃ重いっすけどやりますかーっつって。床と、あとその、円柱の動画とかも、いや、重いっすけどやりますかーとか、ブランコとかも、やってくれて。すごい、一つ一つ違う演出を、やるように今回は、めちゃめちゃ心がけましたけどね。すげえ。その、飽きられないようにじゃないけどさ、楽しんでもらえるように、一つ一つも本当に、支出はもう考えずに、すべてもうつぎ込みました。ダンス結構きつくて、その収録するとき、収録パートの収録がダンスが結構メインだったんだけど、ま、自分のソロは生だったんだけど、覚える期間がちょっといろいろあって短くて、で、トアがめちゃめちゃ休んでたときあったじゃん。あれ、トアさんは珍しくね、休んでんのみたいな時あったやん。あの時に、めちゃくちゃフリーレして、フリーレのってさ、1時間2時間じゃさ、無理なんよ。もうバーって教えてもらって、お家帰って覚えて、バーってレッスンしてやって、あれしてやって、はーん。あとね、苦手な動きが出た時に、睡眠学習しないと無理だから、トアが、もうがっつりやって、待って、寝て、あ、次の日やった。いや、でもできなかった。でも、ここの動きはもっとこうなんだろうな、なんだろうな。いろいろね、レッスンと自分で反復練習して、覚えて、まあ、ちょこちょこ間違えてたとこもあったけど、まあ、でも、満足したかな。頑張ったわ。体が硬いとはわ。ほんまに。体が硬いわ。もう少し体が柔らかかったら嬉しかったんですけどね。はは。有料級の、だって今日さ、ホロメンとあったんだけどさ、トア様の生誕祭めっちゃ良かったみたいな。すごい演出とかも良かったし、もうすごい、なんか ID とかも、英語もめっちゃ上手かったし、すごい、めっちゃ良かったっていろんな人に、会った人に言ってもらって、あれ、有料級だよみたいな。すごい、もう、嬉しいやん。これほどのない、褒め言葉。無料じゃないよ。有料級の素晴らしさだよとかって言ってもらえて。いやー、頑張ってよかったーって。いつもね、応援してくれてるみんなでね、こうね、記念配信のクオリティを上げることによって恩返しができてよかったなーと思いました。まる。ありがとう。多分めっちゃ満足するわ。楽しいわ、自分のアーカイブ見んの。こういうのでね、恩返しをしていきたいなと思います。けどね。マジでありがとう。みんなのスパチャいっぱい使いました。まあ、ということで、こんな感じで、もうライブはね、皆さんのおかげと、まあ、スタッフさん、かかってくれた動画の人たちとか、ゲストのみんなとか、まあ、いろんな人のね、多くの皆さんの力を経て、すごいいろんないっぱい時間と、いっぱいのものをかけて、1時間はなかったんですけども、ああやって形にできてよかったなと思います。でね、グッズもね、
今回は直筆サインを継承編になるの覚悟で、全然セットね、グッズ買ってくださった皆さんのセット全てに直筆でトアのサインをつけたいと思うので、ぜひぜひ買ってください。なんだっけ、スウェットめちゃめちゃいいね。スウェットすごいおしゃれだったよ。トアサンプル見たけど超良かったから、ぜひに。